子供と一緒に沖縄に行ったとしましょう。行ったとしましょう。例えばジンベエザメ見たり、マンタ見たり、ビーチ行ったり、シーサー作ったり、ソーキそば食べたり、それだけは絶対外せません、うん、まあ見るもの全部初めてのものばっかりだから、もうはしゃいじゃって盛り上がっちゃって嬉しくなってってなるよね。なっちゃいます。こんなに喜ぶんだったらまたどっかに連れて行ってあげたいな、あげたいなって思うよね。思います。というわけで東京ディズニーシープライベートパーティーに抽選でご招待。旅にアイデア、 JAL。